1986年、戸和田市立三本木中学校を卒業。1989年、青森県立三本木高等学校を卒業。1993年、筑波大学第二学群生物学類を卒業。1995年、筑波大学大学院医科学研究科修士課程を修了。1996年、 株式会社コンピューターサポート入社。2007年に小沢一郎政治塾に7期生として入塾し、と青森県総支部連合会副代表を経た後、青森2区総支部代表に就任した。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙に出馬。自由民主党の江戸秋則に22,320票差で、敗れたが、 比例東北ブロックで復活し、初当選した。2012年の消費増税をめぐる政局では、6月26日の衆議院本会議で行われた、消費増税法案の採決で、党の賛成方針に反して、反対票を投じた。7月2日には、山岡健次らを介して、離党届が提出された。 民主党は7月3日の常任幹事会で離党届を受理せず除籍処分とする方針を決定し、7月9日の常任幹事会で正式決定した。同年7月11日、国民の生活が第一の決闘に参加した。その後、日本未来の党に入党した。同年12月16日の第46回衆議院議員総選挙で再選を。 目指すも再び、江戸は木のりに敗れ、比例復活もかなわず落選した。2014年11月に、維新の党が、翌月の第47回衆議院議員総選挙に向けて、発表した第1次公認候補者名簿に搭載された。同年12月14日の第47回衆議院議員総選挙で、国政復帰を目指すも再び、江戸は木のりに敗れ、 比例復活もかなわず落選した。2015年4月の青森県議会議員選挙に、戸和田市選挙区から無所属で立候補したが、落選した。ありがとうございます。